配信、そういえば晩酌料理でしたよ。お酒はなんとお家にいっぱいあります。イエーイ、こよりにもなんと選択肢があります。お、なんですか。紅茶のティー割り、おう、コーヒーの、待って、紅茶の、紅茶のティー割りは、紅茶で割ってるから、紅茶だわ、それは。おかしいな、まだ酒飲んでないんだけど。おかしいな。あ、よかった。よかった、いつも通りだろうと、先輩は。紅茶のお酒か、はいはいはい、コーヒーのお酒か、うん、それか、宅配か、うんうんうん、どれかがあります。でもその紅茶のお酒気になります。じゃあ紅茶のお酒をお前はロックで飲みましょう。やったあのロックをね強要してる人みたいになってるんですけどこれにロック好きってね話はね。そう、そう、もうでもちなみにロボコロックで飲んだことがないよ。あ、マジで濃いかな。でもロックなら、うん、コップに氷入れて注いで完成、うん、あ、完成です。あ、めっちゃ簡単。待って、水で割るのもそんな変わらんと思いますけどちなみに牛乳入れても美味しい、うん、牛乳はある。あ、美味しそう。まあ、待って、牛乳こそ怖いですけど、賞味期限。じゃあ、やめとこう。待って、見るわ。え、待って、待って、2種類あるの。1個は絶対切れてるの。1個は切れてる。知ってるんですか。1個は絶対切れてるの。8月28日。それは切れてるの。いや、もう1個。にかけてほしい。9月5日最悪や。惜しい。国の方だったら最悪や。でもロボコは飲んでやるお腹壊さないでくださいね。いつも壊すんだ、そうやって